今日はですね、ここはね、長崎県の、野崎のね、港から出ましてね、ここは三ツ瀬やってまいりましたね。時期は12月という形でね、回遊魚なんですけど、まあ放水温期はね、平間さん、高確率で狙える場所、これから冬にかけては、まあ、ブリという形でね、今日は狙っていきたいと思いますね。シャワガンエボルブ、ジガロマッシュね。で今回はね、ちょっとジガロファミリー、ジガロマッシュ、それからちょっとプロトのね、ジグも持ってきてます、いろいろね、探りながら釣っていきたいと思います。さあ、自身ね、このフィールド初めてなんですね。で、野崎周辺、硫黄島、それからね、野崎のジーソと行ったところでね、ポイントもね、フィールドも本当に豊かな場所なんでね、そちらの方はね、何度か釣りに行ったことあるんですけど、この3つでね、今回初めて、いう形でちょっと探っていきますね。じゃあ早速釣っていきましょう。まあ冬場なんでね、節風吹くとね、なかなかこう訴訟のできる確率が少なくなってくるシーズンなんですけどもね、今日はね、運よく乗れてます。で昨日野崎の方のねポイント見て回ったんですけどもね、餌がいるところはねポツポツとこう入ってるんですね、イワシがね。ただね、イワシのサイズがね小さいんですね。割とね、そういう意味ではルアーのシルエットを見てくるかなという気はちょっとねしています。水深はね20メーター前後ですね。入れてるジガロマッシブの80ですね。ロッドはね、ショーガンエボルブ106の XXH、ここから入ってって日中食いしぶるようであれば、ベイトサイズちょっと意識してね、ジグのサイズ60まで落としつつ、ロッドも103の XH ちょっと落としていこう。ちょっと100入れていきますね。カラーも、シルバーのペースはそのままね、ちょっと UV 入れてみます。 UV の時なんかね、魚探の反応もしっかりね、こう起伏のある上にしっかりベイトついてるから、それなりにこういい反応なんで、ちょっとカラー変えていくね。ちょっとね、反射シルバーのベースから黒のベースに変えて様子見てみます。これで反応なかったらね、タイプ変えていきますね。ジガロ入れてきます。今回ね、持ってきたジグはこちらですね。すべて顔はジガロフェイス、ジガロ顔なんですけれども、3種類目、これプロトなんですけども、ジガロファミリーに、ね、新しく加わるもう一つの型という形で、今、開発を進めているモデル、これクイックレスポンス QR、ジガロ QR という形でね、予定しているモデルですね。
で、まあ、これ上がねジガロ、で真ん中マッシブで、一番下が QR なんですけども、QR これね素材を G ライトメタルですね、スラブラットキャストのオーバルであったりとかロング、あそこにね採用している金属と同じマテリアルを使ったジガロシェイプのジグなんですね。で狙いはジガロの中でも一番高いロッドワークに対するレスポンス、ね、要はパッとアングラーが入力した際に一番大きなアクションを引き出すというのが狙いですね。まあ、金属の比重自体が小さい、素材になりますので下に落ちよう落ちようとする力すごい弱くなる。でその分入力した力を滑走する方向に持っていけるんですね。なんでワイドなアクション引き出しつつ、ね、場合によってはそこから下に落ちるスピードも遅くなるんで同じレンジを割とねとどめとくイメージができるんですね。狙いはねその2つです、ね、今回はねこのプロトのねジグこれのねちょっとテストも兼ねてやってきましたね。ね、この3つを使い分けることでさらにねショアジギング、楽しむ幅が広がると思います。10メーター間隔で同じようなスリットが入ってんだね。一番端のスリットっていう意味では最初の右先みたいなところから投げてもいいのかもしれないけど、じゃあどっちかって言ったら反対側の端だもん。まだ いそうだね。しゃくってるね、ジグにね。違和感が出るんですね、魚が。こう折ったり、もしくはね、こうじゃれてくると。でそれがね、軽く出たりね、逆に持たれるように重くなったりするんですけど。割とね、その、いうね、まあ、コンタクトのヒントになるんですけど、それがあった後の、いかにね食わしていくか、ね、ブリとかカンパチだと割とそのままこう落としてあげるとね反応することも多いんですけどね、ヒラマサだとね、まあ、そのままちょっと位置刻むか逆にちょっとスピード上げてあげて追わせるか、ちょっとそれをいろいろ試してみますね。ね、ボトムから今ね小さいアクションを入れて、ね、そこからね大きなアクションに変わったところで食ってきましたね。おおねきついな。
結構ね、根がね、厳しいですね。ちゃいますよ。よし。嬉しい一発出た。やりましたね。ジガロマッシブ100。やったね。嬉しい。よし。嬉しい一発。山さん、ね、今ね12月3つ渡ってきました、ね、交流丸さんで渡った、今、磯場朝一番のところからね島のちょっと対角反対側来たんですね。ね、街の流れはかなり効いてていい感じ。若干ね朝一より深いポイントでボトムからね少し小さめのアクションで、ね、見せて、ね、次にね大きく、アクションさせていったところで食ってきましたね。ジガロのこれ、ね、UV グレー100。やったね。今回使ったロッド、ねこちらです。シュワガンエボルブの106の XXHBL と、まあ、ブルーランナーモデルのね中ではね上から2つ目のパワークラスのモデルになります。で、まあ、今回はね朝一番から今日中かけてねずっとメインロードとしてこの 106XXH これをね使っています。で、まあ、このロッドねもうこのパワークラスになるともう外洋のフィールド出てね狙いはねもうトロフィークラス10キロアップをね想定したロッドになります。で、まああえてね103じゃなくて106というのはねこれまあストローク 3インチ分長いんですね。103に比べるとねそのまあストロークが長いのと、まあ1ランク、パワークラスを落とすということでティップのねある程度スムーズさをこう生かしていくっていうね、使い方ができるロッドなんですね。まあ、そうなってくると例えばジグなんかでいうと初速を落としてでそこからじっくり水に絡めながらジグのアクションを引き出すと、いった形でもしくはね、例えばダイビングペンシルのようにねプラグを使っていくような釣りでも割とこう水かみのいいね、性能を発揮しやすいロッドになりますんで、そういった形でね、状況とフィールドそれから使うねルアーアクションのイメージによってね、使い分けるといった形でやってます。まあ、今回はねもうシーズンも12月で、まあ、狙いこそね、まあ、ブリ含めヒラマサ大型の魚という形で、まあ、でかい魚も出るけどいかにして口を使わせるかと、いった形でね、考えた時に、まあ、少し繊細な釣りに対応しようという形でこのロッドを選びました。でシュワガンエボルブのね、ラインナップとしてはですね、ブルーランナーモデルとしてね、パワークラス長さ、別に5機種ラインナップしてます。一番強いモデルで103の XXXH そしてこの106の WXH で103の XH103 の H プラスで一番ソフトなロッドとして96の MH と
いう形でラインナップしてまして、まあ、ライトショアジギングから、今日みたいに、ね、ガチンコのショアジギングまで対応するラインナップなんですけども、特に、ね上2つ、ね、このロッドに関しては、まあ、先ほども言ったように狙いはもう10キロクラスの魚、ターゲットにしてますんでね、まあ、今回も、ご覧になっていただけたように、ね、106の XH でもまだあのサイズでも、ね余裕があります。タックルに余裕があると、まあ、ファイトも、ねしっかりできて、まあ、アングラー側に、ね優位に働くという形でね、まあ、この5機種、使い分けることで、まあ、ほぼショアジギングのシチュエーションは全てカバーすることが、できるという形になりますね。